さあ今2クラス、さあこの後は2クラス決勝ヒート20周のスプリントです。ダミーグリッドに戻ってまいりました。それではスターティングリッドご紹介いきましょう。2024アトムサーキットスプリントレースシリーズ第5戦2クラス決勝ヒート、さあポールポジションからのスタートになります。先ほどの予選ヒートはうまくいきました。大逆転のシリーズチャンピオンに向けてこの優勝が欲しいところ、ゼッケン12位チャラ選手。そして2番グリッドからのスタートとなります。予選ヒートちょっとねうまくいかない部分もありました。ただね、目の前はね、チャラ選手だけですから、さあ存分にバトル楽しんでいただきましょう。ゼッケン11位コー選手。さあそして3番グリッドからのスタートとなります。タイムトライアルから順調にポジションを上げてまいりました。あと2つ上げていくことができるか、ゼッケン9対1選手。さあそして4番グリッドからのスタートとなります。予選ヒートを見るに今日のね、ブラウンのこのレーシングスーツもしかしたら相性いいのかもしれません。さあまだまだポジションを上げていきましょう。ゼッケン10メビウス8号選手。そして5番グリッドからのスタートとなります。だいぶね乱戦の中でもみくちゃになってましたけれどもね、さあこの決勝ヒートもなんとかもみくちゃの中から抜け出していきたいところ、ゼッケン15ヘルちゃん選手。さあ続いて6番グリッドからのスタートになります。予選ヒートちょっとねうまくいかない部分もありました。ただ決勝20周あります。存分にね、抜き返していただきたいところ、ゼッケン5ケン選手。さあそして7番グリッドからのスタートとなります。やはりね久しぶりのスプリント難しいところもありますけれども、ただねこのポジションまだまだポジション上げていけると思います。個人的にものすごく期待をしております。ゼッケン13レアなヘンミ選手。さあそして8番グリッドからのスタートになります。予選ヒート残念ながらねちょっとスピンアウトがありました。ただこの決勝なんとか巻き返して、今シーズンいい形で終わりたいところ、ゼッケンならオメガ1623選手。以上8台20周の決勝ヒート、まずは記念撮影です。はい、後ろのグリッドの皆さんほど大きなポーズになっております。もう1枚いきます。はい、バッチグーでございます。ご協力ありがとうございます。さあそれではエンジンスタート、この後フォーメーションラップ2周のフォーメーションラップです。さあ今グリーンフラッグになりまして2周フォーメーションラップへと入っていきます。さあここもですねチャナ選手とコウ選手、さらに太一選手のスタートの攻防というところちょっと注目してね見ていきたいところです。まあ、コウ選手もスタート非常にいいですので、うまく決まればチャナ選手まで1コーナー届くかどうかというところで、その混戦バトルの中で太一選手が突破口を見出していけるか、もちろんこの引き出しの多いメビウス8号選手もいろんなところでの仕掛けというところがあると思います。さあ後方そしてオメガ1623選手がグリッドロックオンとなりました。まもなくスタート、前方に賞金注目。さあ2クラス決勝ヒート今スタートになりました。さあメビウス8号、そしてやはりコーだ、やはりコーが伸びていく、コーが伸びていく。さあチャナとサイドバイサイドで1コーナー、ただチャナはここしっかりポジションを守っていきました。さあダブルヘアピンへと各社並べ込んでいくメビウス8号、おっと接触接触。さあこれは大丈夫か、巻き込まれたのはメビウス8号、そしてゼッケン15はヘルちゃんか。さあこの辺りが巻き込まれて、オープニング現在先頭はチャナ選手、そしてその後ろはゼッケン7だ、ゼッケン7、オメガ1623選手が2番手、さあさらに3番手には太一選手、ケン選手が4番手、そしてレアなヘンリ選手が5番手、いやーちょっとこれは大きく展開が変わってきたぞ、2クラス決勝ヒート。さあここから20周のバトルへと入っていきます。トップのチャナ選手はこれかなり展開楽になりましたよ。あとはもうこれ自分のペースという形になると思います。大きなリードを築いて今最終コーナーへ向かっていく。2番手にはオメガ1623選手、3番手はこれ太一選手だ、太一選手が3番手、そして4番手にはケン選手、5番手がヘンミ選手です、6番手にはコウ選手、さあそしてヘルちゃんメビウス8号と続いていきます。いやーちょっとこれはねもう乱、
ダブルヘアピン4コーナーという形になるんですけれども、さあいろんな思惑が交錯していくこの2クラスの決勝ヒート。さあトップはチャラ選手、そして2番手はオメガ16-23選手となります。3番手が太一選手、4番手がケン選手。さあこの辺りがちょっと近いところになってきましたでしょうか。そして5番手にはレアな辺美選手です。さあ6番手にはコウ選手、2番手スタートだっただけにちょっとこれは悔しいところ。そしてヘルカン、メビウス8号をね、ちょっとこの4コーナーの混乱の中でポジションを戻す形になりました。さあレース5周目と入ってきています。トップは依然としてチャナです。そしてその後ろがオメガ1623。さあ太一選手、そしてケン選手、さらにレアな辺美選手、この辺りがどうでしょうか、ちょっと近いところになってきているか。それぞれ32秒台のラップタイムが出てきています。さあケン選手もね、ちょっとこれ表彰台の目がね、出てきました。さあ前を行きます太一選手をしっかりと捉えていけるか。さらにさらにその後ろで行きますと5番手のレアな辺美選手も当然表彰台がね今見えてきている位置ですから、これはやっぱりペースを上げて速いところことね、ケン選手と一緒にバトルの状態に持っていきたいところです。さあトップのチャナ選手から最終コーナーホームストレートに戻ってまいります。で拳銃に、そしてオメガ1623選手も今コントロールラインを通過していく。この週はオメガ選手の方が若干ペースとしては速いですけれども、まだまだちょっとこれはね、前行きますチャナ選手を捉えるというところまでは、ペース的には上がってきてないかなというところ。3番手は太一選手32秒5のラップタイム、ケン選手も32秒5、さらに、レアな辺美選手が32秒3というラップタイムが、ね、出てきています。さあそしてこの週はオメガ選手、オメガ1623選手がペース上げてきました。さあオメガ選手9コーナーのヘアピンを立ち上がって最終コーナーへと向かっていく。これ前を追いかけるチャナ選手とのギャップ見ていきますか。今コントロールラインを通過1秒4。さあ1秒4のギャップです。3番手太一選手はこれオメガ選手から2秒のギャップちょっと離れてきてますね。そしてケン選手がその後ろ、ただちょっとここもまだ勝負バトルの状態には入っていかないでしょうか。さあ各社ちょっと間隔が離れた状態でこれレース終盤戦に向けて我慢比べの形になってくるでしょうか。さあミスなく周回を続けていくことができるか。チャナ選手が今コントロールラインを通過。さあオメガ1623選手が32秒158のラップタイム。さあそしてケン選手もいいですよ、これ32秒357。さらに後方ではこれコウ選手ですね、コウ選手現在6番手32秒1のこれパーソナルベストが出てきています。さあ高選手としてもね、なんとか取り返していきたいところ。さあレアな辺美選手との差を少しずつ縮めてきているという状況です。さあ最終コーナーを立ち上がってホームストレートに戻ってくる。さあトップ争いはこの週もオメガ1623選手がチャナ選手との差をじわりと詰めていきました。さあこれで2台の差が1秒2ですね、1秒2のギャップ。さあこれ残り周回数でいけば同じペースでいければ最後勝負できるかどうかというところ。ただねチャナ選手もバトルが非常にうまいですから、そういう意味でいけばオメガ選手としてはもっとペースを上げていかないと、まあ、バトルの時間がね残されていないということになってきます。追いついたとしてもさあこれはまあ我慢比べの状態がまだ続いていく。トップはチャナ選手、2番手にオメガ1623選手、3番手が太一選手、ちょっとここが離れてきましたでしょうか。4番手ケン選手、5番手にコウ選手ですね、コウ選手が5番手に上がってきました。そして6番手にはレアな辺美選手、7番手に
メビウス8号選手、そしてヘルちゃんというオーダーに現在変わっています。さあチャナ選手がコントロールラインを通過していく。この周はチャナがペースを上げてきた。さあ残り8周です。オメガ選手もこれねペース上げていければというところなんですけれども、またチャナ選手の差が広がってきました。ちょっとこうなってくるとチャナ選手としてはもうこれは余裕の形になってくるかな。おそらくチャナ選手の目線でもラップモニター確認できていると思いますが、さあこの中もチャナ選手とオメガ選手同じラップタイム32秒4。さあそしてレアな辺見選手もちょっとペース上がってこないか。この周32秒6。さあ大宇川メビウス8号選手は32秒3というタイムが出てきています。さあチャナ選手がコントロールラインを通過。オメガ1623選手は32秒2のラップタイム。さあ残り6周。さあこれでトップ2台の差が1秒1です。さあ後方3番手争いは太一選手とこれケン選手がかなり近づいてきている。そしてその後ろからはコウ選手も来てますね。さあそしてメビウス8号選手がこれ6番手、そしてヘルちゃんが7番手で、レアなヘンリ選手が8番手という形。ちょっとペースが上がってこないですヘンリ選手。さあレースこれで残り5周。さあトップは依然としてチャナです。その後ろがオメガ1623、3番手には太一選手、その後ろからケン選手。ちょっとラインを変えながらね、いろいろその太一選手に対してプレッシャーをかけていくようなそんな動きを見せていく。9コーナーのヘアピンを立ち上がって、さあ最終コーナーへと入っていくが、ちょっとこの周でいくと太一選手が少し後ろとの差を離してきましたでしょうか。そうですね、太一選手も32秒4のラップタイム、ペースを上げてきました。さあそしてケン選手の後ろからはコウ選手が来ている。ダブルヘアピンの1つ目。さあ切り返して2つ目立ち上がっていく。さあこの立ち上がりでコウ選手非常にね立ち上がりの良さを見せていく。さあ8コーナーから9コーナーの飛び込みはどうだ。かなり近いところ、9コーナー、ただちょっとこれは入っていけないかな。最終コーナー、まだやっぱりこのケン選手を追い抜くというところまではね、このインナーは飛び込むというところまではいきません。さあ残り3周となりました。20周の決勝ヒート2クラス。さあトップはチャナ選手、そして2番手にはオメガ1623選手、3番手は太一選手。このトップ1、2、3はちょっとこれ決まりそうな感じかな。残り周回数的に、さあチャナが今コントロールラインを通過して残り2周。さあそして太一選手、さらに後方4番手争いはケン選手とコウ選手のバトルになっている。ダブルヘアピンの1つ目。さあ切り返して2つ目入っていく。さあここの立ち上がりでコウ選手グッと差を縮めてはいくんですが、この周ちょっと思ったよりスピードが乗ってきません。さあケン選手が4番手、コウ選手が5番手のまま、これはファイナルラップに入っていきそうです。さあまずは青のレーシングスーツチャナがファイナルラップに入っていく。続いてオメガ1623。さあそして3番手には太一、4番手ケン選手、そして5番手コウ、6番手にメビウス8号、7番手にヘルちゃん、そして8番手にレアな辺見選手。さあファイナルラップへと入っていく。さあオメガ1623選手もこれかなり差を詰めてはきました。1秒を切るところまでは来たんですが、やはりこの序盤に気づいた。さあリードをしっかりと守り抜いていきました。最終コーナー立ち上がって2クラス決勝ヒートはゼッケン12、チャナ選手今万歳でトップチェッカー、そしてオメガ1623選手も嬉しい表彰台。太一選手3番手のポジションに飛び込みました。4番手はケン選手、5番手コウ選手、6番手にメビウス8号選手、7番手ヘルチャン選手です。さあそして8番手レアな辺見選手が今チェッカーを受けていきました。さあ2クラスはオープニングラップで波乱がありましたけれども、さあ最終的にはこのトップのポジション守り抜きました。さあ戻ってまいりました、2クラストップチェッカーゼッケン12、チャナ選手おめでとうございます。
さあそしてオメガ1623選手も嬉しい表彰台獲得。太一選手は表彰台最後の一角へと飛び込んでまいりました。